なので、カリオストの城をですね、このメインスタジオをテレコムにしたんですね。まあもう にもは、あと2年は動かないだろうというふうに藤岡さんも考えたんで、このテレコムで作ってくれと言われて、宮崎さんパニックですよ。テレコムって言うと、あのもうアニメ界で今一番有名な、世界で一番下手くそで生意気なやつらの集まりだと。で、そこで大塚さんも、いや、俺が何とかするからって、あの、田中さんもいるし、友永さんもいるしでいろんな、とりあえずアニメ界の有名な人がどん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 集まってアニメの教育をしているというふうなことで、徹底的にですね、このスパルタ教育をしてですね、えー、なんとか、 アニメーションを作れる体制に持っていきました。実は、ルパン三世カリオスソンシロというのはですね、テレコムの教育用フィルムだったんですね。実は、テレコムの主眼、その時の大塚康夫さんにしてもですね、社長の藤岡さんにしてもですね、目的はカリオスソンシロではない。そうではなくて、夢の国のリトルニモっていうのを作るためのスタッフの教材として、教育用の材料として、 カリオストの素人っていうのを一本丸々使って実力を上げようという視点だったんです。でも、宮崎駿としては自分の監督作品だから、それだけで済まない。とにかくこの下手くそな奴らを、なんとか、なんだろうな、使うしかない。もうほとんど、あの、素人なんですよね。で、すべてにもう宮崎さんとしては荷物は抜けたし、そんな連中の練習台としてですね、自分の監督デビュー作を作らせるわけにいかない。 とにかく下手くそなアニメーターを鍛えながら作るしかない。そのためには、手を抜けるところは徹底的に手を抜くんだけども、クオリティを1ミリも落としたくない。手を抜けるところは全部手を抜いて、クオリティを1ミリも起こさない。この宮崎駿のですね、決意と執念が奇跡のオープニングというのを生むわけです。岡田敏夫の切り抜き動画をご視聴いただき、ありがとうございました。 他にも岡田敏夫の切り抜き動画を多数揃えておりますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。概要欄やコメント欄もチェックしてみてください。